小島なる兵を打ち払わぬ。あなたたちの白い責任はまるで、オープンレス、志の清らかさを表しているかのよう。さあ、二人の剣士、暴虐なる兵を打ち、正しきを表すのです。邪を破り、正しきを表す。拙者は剣心殿ではござらぬが、王国の兵を駆逐いたそう。剣心、この字、剣心殿との共闘、果てなき修行でござる。こいつら化け物だ！退却！退却せよ！さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。悔しいが、ここは引かねば。超打ち払い。拙者は剣心殿ではござらぬが、打ち果たし申した。剣心、面白い遊びをしとるの。わしも白頭巾三人組に混ぜてくれんかね。大切な絡みは仮面のお見合いです。白く清き志、見せつけなさい、二人の剣心。そもそも武器ってのは忍者の装束、それじゃ可愛い顔が見えないんだな。ってことで、あっしも反白月くん、ラブロ忍者として暴れてやるぜ。剣心、わし光沢と同類かの。あと女皇殿も二人の剣心で否定せんの。確かに拙者は剣心殿ではござらぬが、
城頭巾を通じ心はつながっております。層の息を吸う。それでこそ可愛い剣士。舌をやめ、正しきを表すのです。あの白い女の衣装、あの女忍者にぴったりじゃねえか。あら、また白頭巾が。邪悪な気配を感じます。私もジョコウ殿も剣心のような心を持つ。故に白頭巾をかぶることを許されている。つまり剣心は三人ということ。あ、なんて嬉しい。姉上、いろいろ違います。勝利の祝杯をあげる。